みんなおはよう。おはようございます。あー、みねくんおはよう。あ、部長、うん、この間言われた資料もうやってきました。あー、そうなんだ。ありがとう、みねくん。いえいえいえ、よいしょ。大丈夫かな。あの、みねくん。はい。あのさ、先週末に、はい、あのパソコンが急にフリーズしちゃったじゃない。あー、そうでしたね。うん、なんか急にそう止まって、あ、そうだよね。そうですね、あれびっくりしましたね。なんか、はい、何のソフト使ってたとかわかる？あの時ですか、うん、覚えてる？うわ、何だったっけ。あ、あれだ、エクセル使って、うんうん、多分会計処理してた時ですね。あ、エクセルだったんだ。はいはい、そうですね。あー、そうかそうか。エクセルでもあるんですよね。なんかさ、はい、エクセルの他にウェブとか開いてなかった？あ、ウェブ、うん、あ、開いてましたね。ちょっと開いてましたね。あ、ウェブ開いてたんだ。はい。なんか業者の人に言われたんだけど、そのパソコンから出てきたウイルスが外国のウェブじゃないと出てこないウイルスなんだって。で、その外国のサイトっていうのが、まあ主にエロサイトらしいんだ。みえくん、なんか心当たりとかある？ちょっと見てたかもしれないです。はい、多分見てました。うんうんうん、だよね。なんか結構業者の人にこう履歴見せてもらったんだけど、海外のエロサイトがバーッとたくさん出てきてて、まあ一応ね、勤務時間中ではあるから、はい、まあ、まさかエロサイトとかはないよなと思って聞いたんだけど、まあ見てたんだ、エロサイト。はい、はい、見てました。そっかそっかそっか。っあの、はい、あの広告です。うん、なんかちょっと気になるのがあって、あ、それをクリックして、でたら2個ほどサイトを飛んだ。何個かそのおすすめの動画が。はい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 。あ、で、そういうことか。はいはいはい。なんかいい感じのサムネのやつをクリックしたら、うん、あ、そうか、もう大丈夫だよ。ありがとう、ありがとう。あ、あ、そう、まだ終わりじゃない。今度はまだ別のサイト行って、うんうん、あ、全部教えてくれるんだね。はい、ありがとう、ありがとう。で、うん、なんか変 なんか外国語のサイトだったんですけど。ああ、そっかそっかそっか。はい、そっか、それだね。じゃあ、はい、じゃあそれだ。じゃあそれだわ、多分。途中まではね、普通だったんだけど、そうそうそう、途中から違うとこ行っちゃった。まあでも、治ったから、よかったよかった。勝手にそのさ、はい、ウェブサイトに飛ばされて、うん、まあ、そういうウイルスに感染させられちゃったとかじゃないのもね。みねくんが押して、はい、僕は、はい、ウイルスもらっちゃったっていう感じだもんね。完全に4つぐらいサイトを置くまで。あ、結構そうだよね。なんか結構だいぶ履歴はあったから、一応でも勤務時間中だから、そうそうそう、まあ、そういうのは今後ね、はい、そういうエロサイト見たりとかは、まあ、今後は気をつけるようにしてくれれば、うん、全然大丈夫、治ったから。いや、本当に申し訳ないです。いや、うん、すいません、次から気をつけよう。いや、はい、うん、すいません、本当にすいません。あ、大丈夫だよ、もう治ったから。うん、じゃあちょっと、いや、ね、はい、みねくん。いや、すいません、本当にすいません。うん、全然大丈夫だよ、はい、全然ね、あんまり、うん、いや、もうちょっと今月給料なしで。いや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 、ないない、そういうのはない、そういうのはないよ。いい、大丈夫、そういうのはね、できないから。ダメにしたし。いや、治ったから、治ってまた戻ってくるから、来週末にはまたミネ君のパソコン、うん、普通にミネ君が持ってたパソコンが戻ってくるから。さすがにちょっと俺も、いやいや、いいよ、頑張れる気があんまりしないというか、うん、ちょっと。頑張れる気がしない？いや、もうこの過ちは多分相当でかい過ちというか。いや、だから戻ってくるから、まあ、次から本当にやんないで。ね、お仕事中にそういうの見ないで。会社でも多分だいぶお荷物だと思うんですよね、僕みたいな。そんなことないよ。いや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 。資料だって頑張って作ってくれてんだしさ。いや、資料ぐらいこれ誰だってできますよ、こんな。そんなことない。そういうことをやる子がすごいんだよ。全然そんなことないから。いや、だってみんなが働いてる時に。うん、エロサイト見てね、うん、パソコンフリーズさせるようなやつ、うん、まあ、それはそうなんだ。絶対欲しくないですもん。絶対働いて欲しくないですもん。俺がそんなことないよ。例えば会社作って部下でそんなやついたら、うん、俺いて欲しくない。いやいや、私はいて欲しいと思うよ、そういう子も。いや、だから次からやんなきゃったらいいんだから。いかがしょうがない。社長に言いました。
社長には別に言わないよ。行ってきます。なんでなんでなんで、ちょっとどうしたどうしたどうした。行ってきます。どうしたどうした、いい、言わなくていい。いや、社長に言って判断してもらいます。もういや、言うことがね、正しいとは限らないの、この世って。いや、別に社長には私からなんかいろいろ言うから、私の部下なんだから。わかりました。うん、とにかく次からやらなかったらいいからね。もう会社でエロサイトみたいなのは見ない。ちょっと1週間休みもらっていいですか。なんで。ちょっと考えます。それの方がきついから。いや、それの方がきつい。毎日出社して、お願いお願い、頼むから毎日出社して。毎日ですか。うん、毎日お願いします。出社してください。いや、正直これはおかしいからね。これおかしいよ。エロサイトより私これの方が嫌だもん。上司の話聞いて、なんか広告のその出来が良すぎるのも問題だと思うんすよね。おい、ケツをちゃんとそこまでいけ。俺だって本当に見ね、真面目に仕事してたんですよ。うん、いや、わかる、知ってるよ、知ってる、知ってる。おー、したいくな、したいくな、したいくな、勤務中だぞ。うーわ、あの広告、本当にエグいっすわ。パソコン取り上げようか、じゃあ、ミネ君。電卓でやってくれるじゃん、これから。見れないように。そうしよう。ちょっと、もう、新しいやつ戻ってきたとしても、ミネ君には渡さないから、もう。それだったら大丈夫でしょ。そうっすね。もう見れないから。広告なしの、うん、広告の話じゃなくて。広告パソコンにしてもらわないと俺はちょっともう。そんなのは無理よ。しないですね、無理無理無理。だって広告を作ってる会社もさ、一応それ会社なんだから、お仕事なんだからね。峰君と一緒だよ、作り手は。俺みたいな人が作ってるんですか、じゃあ広告。峰君みたいな人かもね、もしかしたら。峰君よりでも真面目に頑張ってるんじゃない。この格好は多分しないと思うよ、そういう広告作ってる人は。これやめよっか。私これの方が嫌だわ。エロサイト見られるよりこれの方嫌。ミネ君、おお、すいません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 、うわ、すいません、全然マジで無自覚でした。無自覚って何。マジで無自覚でした今の。いや、本当にずっと私言ってたよ、喋ってた。すいません、うん、全然聞こえてない。とりあえず気をつけてね。はい、すいません、気をつけます。すいません、次やったらぶん殴るから、マジで。あ、本当すいません、心変わったらマジぶん殴るから、次やったらね。はい、本当に気をつけて。すいませんでした、うん、じゃあもう次からやらないように。はい、はい、仕事頑張ってね。すいませんでした。ん？なんだこれ。あ、動け動け、おい。日経7、おはようございます。おはようございます。おはよう、ミネ君。俺、ミネ君、パソコンは？いや、もう携帯で作業します。携帯？もうパソコンは時代遅れですね。はい。いやいやいや、できないでしょ、携帯で。いや、全部携帯で作業できるんで。あ、できるんだ。携帯でやっちゃいます。はい、全然大丈夫です。はい、電話もできる。それはそうとさ、はい、あそこにフリーズしてるパソコンあるんだけど、あれ、ミネ君の？いや、俺のじゃないっすよ。会社のっす。